はい、次は前向きのボードスライド、ノーズスライドを教えたいと思います。まあやり方は、入り方はさっきフラットでやったのと一緒で、ちょっと降りピョンって飛んで横にし、イメージは雪上で止まるような、前向きで止まるようなイメージなんだけど、ボックスの上はツルツルで滑るので、乗った時に面で踏むように、フィフティと一緒です。もう頭の中にボックスの上でエッジは立てちゃいけないと認識しておいてください。で、乗った時にしっかりと踏み込むことで、自分の重心がセンターに、センターっていうのは板の上に来るので、これで抜けることはなく、で、アウトしたい方向、これはレギュラーアウトだったんで左手、これレギュラーなんで左手が前、進行方向に行くように。もしフェイキーアウトしたかったら、グーフィーだったらこうか、これがメインアウト、フェイキーアウトみたいな感じで、上半身を先行させることでそっちに進んでいける。まあ意識するのはこの乗る瞬間と滑ってる瞬間の体が置いてかれないとか、しっかりと足の裏で踏んでおく。こうなったら絶対スポーンって抜けるし、前のめりになったら詰まりやすいから、前のめりになったら痛いよってことで、まあしっかりとソールの面、足の裏でボックスを踏み倒してやってみてください。